9号では砲塔後部のパーツと砲塔全部上面に金属パネルを接着します。今回付属するパーツと前号までに製作した砲塔全部を用意してください。最初に前号までに組み立てた砲塔全部に金属パネルを貼り付けます。ランナーからこじるようにして各パネルを外してください。組み立てガイドをよく確認して各パネルの位置を間違えないようにしましょう。万能接着剤を爪楊枝の先に少量取り、接着剤がはみ出さないように貼り付けていきます。ここでは位置の調整や貼る位置を間違えた時のことを考え、瞬間接着剤を使用しない方がいいです。全部貼り終えたら砲塔全部を裏にして砲塔後部を上からはめ、ネジでしっかり固定してください。これで9号の製作は終了です。